はい、おはようございます。今日2月20日土曜日ですね。朝5時なんですけれども、今、会社の方に来てます。これからですね、筑波サーキットの方に、向かいまして、今日、アタック、行われます。アタックというのはですね、あのタイムアタック、そのままなんですけれども、それが今日筑波サーキットで行われまして、恵比寿西のですね、フォーミュラー D に参戦していただきました、平岡選手、平岡選手が、この FD ですね、フォーミュラー D に参戦した FD をタイムアタック仕様に変更して、なんとエンゾでですね、今日、参戦されます。練習走行で、何日か前にはですね、いきなりシェイクダウンで、踏ん切りのタイム出してますんで、さらに今日ですね、本番でどこまでタイム伸ばせるか、非常に楽しみなんですけれども、これから向かっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、筑波サーキットの方ですね、到着しました。続々と参戦車両が、パドックに入って準備取り掛かっております。こちらですね、 FD ですね。去年あのフォーミュラー D の恵比寿西で、平岡選手参戦していただきまして、今回ドリフト仕様からですね、まあ、足回り等をタイムアタック仕様に変更して、今日参戦されます。はい、こちら V01R、ドリフトでのイメージがですね、強くなっているんですけども、実際タイムアタックでも、どれぐらいのポテンシャルがあるのかというのが、今日ある程度はっきりするんじゃないかなと思います。はい、今タイヤウォーマーでですね、タイヤの方を温め始めてます。はい、これからですねタイヤウォーマーで、70度ぐらいまで熱を、温めてですね、調整に入っていきます。はい、平岡選手です。おはようございます。今日もよろしくお願いします。練習で何日か前に走られた時はいきなり59秒台、はい、ちょっとびっくりしまして、今日もそれ以上のタイム期待してますので頑張ります。よろしくお願いします。はい、こちらが、車両ですね。大体500馬力ぐらいで重さが1300キロ、ドリシャ仕様からですね、タイムアタック仕様に変更して、今回臨みます。はい、このような羽だったりとか、足回りですかね、この辺がやっぱりドリフトと、タイムアタックの走行でちょっと仕様を、変えてらっしゃるみたいですね。はい、こちらがコースですね。天気予報ですと今日は2月とは思えないぐらい暖かくなるということで、20度ぐらい気温がいくということだったんですけど、今まだちょっとこの時間帯、寒いですね。さっきローン測ったらマイナス2度、ここから上がってくるとは思うんですけれども、各チームタイヤウォーマーで、タイヤ温めてますね。こちらが、参戦される車両ですね。やっぱり使用されているタイヤもドリフトとは全く違ってですね、国産のセミスリックだったり、スリックタイヤだったり、タイヤによってはクラス分かれてるみたいなんですけども、ドリフトの大会とは、見かけるタイヤの方の銘柄もだいぶガラッと、変わってます。
まあ、でこの中で、V0R がですね、まあ、どれだけ、タイムが通用するのか、非常に楽しみです。はい、こちらが今回のですね、パンフレットですね。こちら平岡選手ですね、ラジアルクラスですね、ラジアルタイヤ装着のクラスで、参戦されます。これはタイムスケジュールですね、走行が、1選手2周ですね、2周で、タイムを狙いに行って、まあ、結果をこう出さなきゃいけないという、ちょっとかなり2周っていうのはシビアですね。はい、今ドライバーズミーティングですね、走行に関しての注意事項等説明が行われております。まあ、こうしてこういうご時世なので、ソーシャルディスタンス保ちながらコース内でですね、行われております。各クラス順にですね、今走行が始まりました。まあ、走行順までもうちょっと時間あるんですけれども、少しずつ準備を開始して、まあ、備えています。今何度まで上がってました？何度？多分60何度ですね。あ、なるほど。70度近かったですよね。はい。ぼちぼち、そうですね。ホイールの芯の方まである程度温まってますね。サード何かけて。ありがとうございます。もうすぐ出走ですね。目標のタイムが58秒台、はいはい、出ればいいなみたいな、いや、いけそうな、はい、感じです。頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、今タイヤウォーマーですね、外されまして、車両を下ろします。もう間もなく出走ですね。はい、今コースに向かいました。さあ、今コースインしてもう計測に入っていますね。はい、今平岡選手走行終わりましたね。もう戻ってくると思うんですけど、ちょっとまだタイム確認できてないです。ちょっとタイムこれから確認したいと思います。
あで結局走り始めて、はい、直線でブレーキってやつなんですけど、はい、ここここが向けてないじゃないですか絶対。はい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 。でここ使った時にやっぱちょっとズルズルって動くからちょっと怖いなと思って。なるほど。でちょっとうねうねしてたんですけど。はい。上がりすぎかなないやつ後ろは。なるほど。いやね2キロぐらいになってます。そうですね。やっぱ 1.7 ぐらいがターゲットに。うん。はい。意外に下がりきんなかったっすね。もうちょっと冷えるかと思ったんですけど、ちょっと上がってきてますもんね、ローンも。車がやばい。あ、本当ですか？いけない。あー。なるほど。午後もうワンアタックあるんですね。先ほどのタイムが59秒716ですかね。まあ踏ん切りは1分切り達成ということなんですけども、もうちょっとですね58秒台を今回、狙ってますので、午後もう1回ですね、アタックできますんで、まあ、ちょっと調整に入るんじゃないかなと思います。はい、午後のですね2本目の走行に向けて今、タイヤのエア調整と、エア調整をしてからですね装着していきます。だいぶローンの方も上がってですね、今多分30度を超えてると思います。この気温の変化がタイムにですねどう影響するか、ちょっと見ものですね。一応 1.7 でスタート、でローン間で 1.9 ぐらいを、狙って調整していきます。はい、今2本目に向けてスタートします。はい、今2本目のタイムケースが入ってますね。はい、タイムの方はどうだったでしょうか。ちょっと今、まだタイム出てないですけど、確認していきたいと思います。はい、今平岡選手、走行へ戻ってまいりました。どうでした2本目。今日ものすごいクラブが調子悪かった。あ、本当ですか。あ、タイヤは、はい、全然いい感じなんです。あ、本当ですか。ありがとうございます。まだちょっと2本目のタイムまだ確認できてないんですけど、多分、はい、超遅いです。あ、本当です。切れてないと思います。あ、なるほど。あ、あの1分手のすりゃ1分超えちゃったかも。あ、本当ですか。あ、ちょっと後で見てみます。あ、でも今回あのドリシャをタイムアタック仕様にして、でうちもドリフトのイメージが強い中でこういった大会で使っていただいて、はい、ある程度タイムアタックでのこうポテンシャルも期待できそうなあの結果を出していただきましたんで、ありがとうございます。セットアップがもうちょっと決まって、はい、で
分、まあ、気温の問題もあると思うんですけど、はい、もうちょっとちゃんと4速5速が抜けてくれれば、はい、58秒見えてるんですけど、あ、まあちょっと条件が全て揃った時に出せるように頑張りたいと思います。わかりました。引き続き、まあ、そういった機会があればぜひまた、ね、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあです。はい、2本目のタイムがですね、1分006、ちょっと午前中1本目のタイムを、越すことはできなかったんですけど、まあ、午後ですねちょっとローンが上がって、全体的なタイムがやはり、どの選手も午前中の方が良かったようですね。まあ、こうしてドリフトですね、メインで今までですねゼロン R、開発してきながら、競技で使いながらということで、耐久レース等で、競技に使用したことはありましたが、こういった本当にタイムアタック、一発の速さという本格的な競技はですね今回初めてで、非常に、ラジアルとしては、かなり高タイムが出ているんじゃないかなという結果に、非常に満足してます。まあ、今後もですねちょっとこういった、ドリフト以外の、競技等あればまた、参加させていただきながらですね、タイヤの今後に、役立たせていただきたいと思います。はい。